今回はアニメ第2期から活躍するルーデウスの友人の一人クリフ・グリモルについて紹介していきます。本名はクリフ・グリモル。クリフのアニメ初登場はアニメ第1期番外編エリスのゴブリン討伐です。こちらの話はテレビでは未放送でブルーレイ4巻の映像特典として収録されていました。そのためルーデウスと同じくアニメ2期のラノア魔法大学編で初めて出会った方も少なくないのではないでしょうか。交流歴406年生まれでルーデウスより1歳年上です。初登場時の年齢は12歳ですが、ラノア魔法大学でルーデウスと出会った時の年齢は16歳です。見た目の特徴として人族とホビットのクォーターであることからルーデウスたちより一回り小さい身長をしています。出身はミリス新生国のミリシオン。なんと現ミリス教団教皇の孫です。自身も敬虔なミリス教徒でお祈りやお説教など時折神父さんっぽい行動を周りに対して行います。幼き頃に祖父の権力闘争に巻き込まれて両親と死別しており、5歳まで孤児院で育てられます。その後教皇となった祖父の下で英才教育を受けて育ちました。幼少期から魔術の抜きんでた才能を示しており、クリフの魔術の実力は初登場した12歳の時点で火、治癒、解毒、進撃の魔術を上級まで、その他の魔術を中級まで習得しているほどです。さらにルーデウスと出会った時にはすでに攻撃魔術を全属性上級まで習得しており、結界は初級だがすぐに中級に上がると言ってのけました。大きな弾を放つ上級魔法のエグゾダスフレーム、傷を治すヒーリング、幽霊系魔物を消滅させるエクソシストレートなどの魔法を用いています。その類稀なる魔術の才能から賢者の卵と評されていました。しかしあまりに周りからもてはやされた結果、自分のことを恥ずかしげもなく天才と自称しています。自尊心が強すぎて痛い子みたいになってますね。喧嘩っ早くて口も悪く空気も読めないため、ルーデウスと出会うまで友達は少ないままでした。同時に誠実で真面目な努力家で、作中でも天才を自称するにたがわぬ数多くの実績を成し遂げます。また一見するとクールでとっつきにくそうな印象を与えるクリフですが、その内面は深い情で満ちています。特に好きな人に対する愛情はあのルーデウスが驚くほどで人一倍情熱的です。ではそんなクリフの恋愛事情について解説していきましょう。はじめにお話しした通り、クリフの初登場は一期番外編のエリスのゴブリン退治です。この時クリフはまだ12歳と幼いながらも町で冒険者としてギルドに加入していました。ところがランクが低いせいで誰もパーティーの仲間に入れてくれません。天才である自分を招き入れてくれない他の冒険者たちと言い争いになり、一触即発の状態になってしまいます。そんな様子に割って入ったのが、たまたま腕試しのためにギルドへ寄っていたエリスでした。結果的に自分を助けてくれたエリスのあまりの美貌にクリフは一目惚れしてしまいます。なんとしてもエリスと一緒にパーティーを組みたいクリフは自分の魔術を次々と披露し、彼女の関心を引こうとします。清々しいまでのドヤ顔で自分の凄さを自慢するクリフでしたが、ルーデウスという規格外の天才魔術師を知っているエリスには全く通用しません。何かとルーデウスと比較され相手にしてもらえませんでした。ここまで手応えがなくても諦めないのがクリフの凄さで、エリスのゴブリン退治についていきアピールの機会を伺います。しかしその道中、森の中で思わぬ事件と遭遇することになります。ミリス教団の教皇候補の巫女と護衛の神殿騎士がミリス教皇直属の暗殺集団に襲われていたのです。ミリス教皇の孫であり、権力闘争で両親を失った経験のあるクリフは誰よりも暗殺集団の脅威を理解していました。エリスに逃げるべきだと伝えますが、エリスはこれを拒否します。そして単身で暗殺集団へ切り込みを仕掛けたエリスはあっけなくこの脅威を退治してしまいました。そのあまりにも鮮烈な姿に心を奪われたクリフは帰り道でエリスに、僕と結婚してくださいと告白します。エリスからは絶対に嫌よと強く拒絶されました。ここまで言われてもすぐに引き下がらないのがクリフ。エリスの話に何度も出てくるルーデウスとの関係を問い詰めます。この時のエリスの反応で全てを悟ったクリフは一日で恋に落ち、その日のうちに失恋する経験をしました。このエピソードはクリフの決して諦めない努力家の側面と、相手のいる人物からは潔く身を引く誠実さがよく現れています。さて、盛大に失恋をしたクリフですが、彼の恋の行方はラノア魔法大学へとつながってきます。類稀なる魔術の才能を持っていたクリフはルーデウスより1年早くラノア魔法大学へ入学します。持ち前の自尊心と口の悪さからよく周りと衝突しますが、決して喧嘩が強いわけではないので、時折無謀な喧嘩に挑んでは負けていたようです。そして翌年、ルーデウスが入学したことで再びクリフの恋の歯車が動き出しました。エリスとの一件から一方的にルーデウスのことを意識していたクリフは出会って早々ルーデウスに突っかかります。とはいえクリフは自分の才能に自信はありながらも、きちんと他人の長所を理解し認めることができる人物です。
そのため自身も認めたエリスが尊敬し、ザノバ、リニア、プルセナ、フィッツまでもが一目置いているルーデウスに対してある程度の評価をし続けていました。そしてそんなクリフは驚いたことに、ルーデウスと共にラノア魔法大学へ入学してきたエリナ・リーゼに対して一目惚れしていたのです。具体的に何がきっかけだったのかは作中でも明らかにされていませんが、クリフの恋の病は深刻でした。クリフが思いを抱いていたエリナ・リーゼは確かに類稀なる美貌の持ち主でしたが、定期的に男性の性を浴びないと死ぬ呪いがかかっており、性事情に問題の多い人物でした。そもそもルーデウスと共にラノア魔法大学へ入学したのも若い男性の性を貪るためです。その美貌と性事情を兼ね備えたエリナ・リーゼのもとへは男子生徒たちが足しげく通い、学園の中で噂になっていました。そしてある日、エリナ・リーゼの性事情に関して話をしていた上級生6人に対し、クリフは無謀にも突っかかり、注意したところ喧嘩になってしまいました。そうです、クリフはエリナ・リーゼの性事情については根も葉もない噂であると信じていたのです。だからこそ自分の愛するエリナ・リーゼを貶めるような話をしていた人たちのことが、たとえ上級生たち相手であっても許せなかったのです。そしてクリフと上級生たちが揉めていたところをルーデウスが通りかかっていさめます。この時のクリフはもしかするとエリスが見ず知らずの自分を助けてくれた時のことを思い出したのかもしれません。自分を助けてくれたルーデウスに事情を説明し、エリナ・リーゼとの仲介をお願いしました。結果的にルーデウスに対して誠意を持ってお願いしたことが、クリフにとってかけがえのない友情と愛情を得る機会になりました。ルーデウスにクリフを紹介されたエリナ・リーゼは気乗りがしないまま告白を聞き、クリフに対して正直に自身の呪いについて話しました。そしてクリフはエリナ・リーゼの呪いを自分が治すと宣言し、結婚してくれとプロポーズします。エリスに告白した時もそうでしたが、出会ったばかりにもかかわらず結婚のプロポーズを行うのはクリフの情熱的で誠実な性格がよく表れています。エリナ・リーゼはそんなクリフの情熱に惹かれ、結婚を前提にした交際が始まります。最終的に2人はこのまま結婚し、やがて2人の間にはクライブという男の子を授かることになります。ちなみに2人の交際が始まって以降、クリフはエリナ・リーゼと共に登場することが増えるのですが、時折何かが枯れ果てたような姿で現れます。一体何があったのでしょうね。卒業後は故郷のミリス新生国でミリス教団の幹部を目指し勉強に努めます。その後27歳で司教へ昇格し、最終話で後に教皇となったことが明かされました。初登場時のクリフは恋も実らず才能も評価されず、権力闘争から逃げるしかない小さな少年でした。しかしたゆまぬ努力により成長した彼は、思い人と添い遂げ歴史的偉業を成し、教皇の座まで上り詰めたのです。その小さな体で深い愛情と友情を抱き、誠実に努力を重ね、誰よりも大きくなったクリフは自称天才などではなく、紛れもない本物の天才でした。クリフはエリナ・リーゼの呪いの研究やルーデウスと共に過ごす日々の中で、物語の重要な鍵を握る功績を次々と打ち立てていきます。まず研究中の魔術の魔法陣について悩んでいた七星に対して、改善点などのアドバイスを送ります。七星は当時機関魔術開発のため孤独な研究に明け暮れていたものの、行き詰まってしまい絶望しつつありました。しかしクリフの協力が支えとなり、彼女の研究の進歩へとつながります。またクリフ自身も七星との間で友情を感じていました。彼女がドライン病という病にかかった際は、誰よりも感情をあらわにし、治療法を探すための危険な旅に自ら名乗りを上げます。その旅の途中でクリフはキシリカキシリスに識別眼をもらい、以降は眼帯をつけています。識別眼は見た物体の詳細がわかる便利な魔眼ですが、参照元がキシリカの知識であるため過信できないものでした。また目に入ったものの情報が全て流れ込んできてしまうため、眼帯をつけて制御しなければなりませんでした。この識別眼は普段はあまり役に立ちませんでしたが、物語の終盤にスペルド族の病気が蔓延した際、疫病の原因の発見につながります。これにより疫病に苦しんできたルイジェルドが仲間として加わり、最後の戦いの貴重な戦力になります。つまりクリフと七星の間で培われていた友情が巡り巡って物語の最後にまでつながることになったのです。さらにクリフの功績はこれだけではありません。次に大きな影響を与えたのは呪いを防ぐ魔道具の制作です。クリフはエリナ・リーゼへの告白時に宣言した通り、彼女の呪いを解決するための研究を進めます。とはいえ呪いの研究は何百年もされ続けているにもかかわらず、呪いを解く糸口は一向につかまれていませんでした。こうして研究が滞っていた際、リューデウスからスペルド族にかけられた呪いの話を聞き、呪いを抑制する魔道具を作るというアイデアをひらめきます。そして徐々に自身の研究の方向性を魔道具制作へと定めていきました。そして見事エリナ・リーゼのためにおむつ型の魔道具の開発に成功します。形はかなり恥ずかしいですが、この魔道具を装着することで実際に呪いは抑えられ、エリナ・リーゼは1年以上男性と交わらなくても問題ない体になりました。
そしてクリフはこの研究を卒業時のレポートとして提出したところ、歴史に残る研究成果として学内で大絶賛されたのです。クリフが紛れもない天才であることを世界が認めた瞬間でした。この呪いを抑制する魔道具のすごいところは、エリナリーゼだけではなく他の呪いに対しても応用可能であったことです。なんと竜人オルステッドのあらゆる生物から嫌悪し恐怖される呪いに対しても効力を発揮しました。さすがにオルステッドが装着した魔道具はおむつではなく巨大なヘルメットでしたが、その効果は絶大でした。まさか七大列強のオルステッドが長い時間を費やしても対処できなかった呪いにまで効果があるなんて、クリフの愛の力には脱帽です。そしてクリフの功績として最も大事なものは、リューデウス・ザノバとの友情の証で、リューデウスの強力な武器へとつながるザリフの義手の開発です。リューデウスがシルフィーと婚約し新居を購入しようとした際、購入予定の家で幽霊騒ぎがあります。その幽霊騒動の原因は恐竜王カオスの作った自動人形でした。この自動人形をザノバが解析し、クリフの協力によって作られたのが二人の名を取って付けられたザリフの義手です。ザリフの義手は後に戦いによって左手を失ったルーデウスの文字通り片腕になりました。魔力を通すことで本人の自由に動かすことが可能なこの義手は、ルーデウスの強力な装備となるマジックアーマーの基礎となったのです。ルーデウスの大切な友人であるクリフとザノバが生み出したザリフの義手は、物語の終盤までルーデウスを助け続けました。もちろんマジックアーマーの開発や改良する際にもクリフはずっと力を貸し続けました。まさかクリフがこれほど物語に大きく関わる人物になるなんて驚いた人も多いでしょう。さて、ここまでお話ししてきた通り、クリフはとても情に厚く、大切な人のためなら努力や助力を惜しまない人物です。しかしこのクリフの優しさが一つの悲しい未来へとつながります。それはローデウスが過ごした別世界線での未来です。自身に待ち受ける悲惨な未来を回避するため、リューデウスの元へやってきたローデウス。彼の口から語られた未来の中で、クリフは初めの犠牲者として名前が挙げられていました。この世界線ではリューデウスの妻となっていたロキシーが魔石病にかかってしまいます。魔石病は発症した人物の体を徐々に魔石に変えていき、最終的に死に至らしめます。その魔石病を治療するためには、ミリス神聖国ミリス教団のミリシオン大聖堂に保管された神級解毒魔術の魔術書が必要でした。この魔術書を手に入れるため、クリフはザノバと共にルーデウスに同行します。そして書物の奪取には成功しましたが、クリフは追ってから逃れる途中で毒を受け死んでしまいます。ミリス教皇の孫であるクリフが友であるルーデウスのために作戦に参加し、死亡した事実は多くの人々に影響を与えました。大切な友人として接してきたルーデウスからしても、幼少期から面倒を見てきたミリス教皇からしても、あまりに悲惨な結果と言えるでしょう。ルーデウスとザノバは罪人としてミリス神聖国から追われ、誰も報われない未来へとつながってしまうのです。またここでクリフを失ったことで、リューデウスの装備であるマジックアーマーの改良が進まなかったとローデウスは語っています。さらにクリフが亡くなった際、結婚を控えて子供を授かっていたエリナリーゼはリューデウスを責め行方不明となってしまいました。このようにローデウスの過ごした世界線では、クリフの死がより多くの悲劇へとつながっていってしまいました。このことからもクリフがいかにルーデウスにとって大切な存在であったかがよくわかります。ローデウスでなくともクリフが亡くなり多くの人々が悲しむ未来など、まっぴらごめんです。心優しいクリフには本編通りの幸せな未来を過ごしてほしいですね。クリフ・グリモルの人生について解説してきましたが、いかがでしたでしょうか。それではまた次回の動画でお会いしましょう。またね。